ハ、えー、ッシーです。おはようございます。えっと、石、え、屋、ー、の最新情報をちょっと伝える前にまたお知らせからいきます。あのー、まず一つ目、あの概要欄に、あのー、私の、えー、ハッシーの公式ラインというのが、あのー、貼ってありますで。ここを見てもらいますと、えー、私の日本全国のお話し会の日程、すべてわ、あのー、かるようになっています。 えー、そしてその公式 LINE の中からあの参加申し込み、こういったこともできるようになりました。えー、これも全てボランティアで、あのーえー、私の行動、ね、活動を支えてくださる人のいるおかげでございます。本当にありがとうございます。そして二つ目、えー、実は私、動画の、えー、カットをしたり、えー、それから編集したり、サムネをつけたり、 こういったことが一切できませんが、ついに、あの、ボランティアで、あの、やっていただける方が、あの、手を挙げてくださいました。そして、その、やり方、やりとり、こういったことも、あの、SNS 苦手な僕が、あの、できるようなやり方を、知恵を、あの、教えてくださいましたので、近いうち、将来、ちょっと、あの、かっこいい YouTube が挙げられるのではないかと。 いうふうになってきましたんで、どうか皆さん楽しみにしてください。イェイすべては順調ね。はい、いきます。えー、最新の石屋情報。為替介入スタンバイで、えー、DS 経済崩壊。宝塚、中古車、パチンコ業界次々と、えー、崩壊中。イェーイやったぜね。じゃあいきます。 まず、宝塚からいきます、えー。宝塚で生徒に自腹、100万円超えのノルマを貸していた。週刊女性プレミアム、暴露、えー。宝塚の闇、どんどん暴露来てる。ね。ここで新たな闇が発覚だよ。前回は自殺ね。前回は宝塚の、えー、生徒さんが自殺しちゃった。で、今回は、 えー、なんといじめだけでなく、100万円以上のノルマを貸していたのがバレた。発覚だよ。えー、いきます。10月30日。えー、自腹でチケット購入。宝塚のブラック契約書の内容に衝撃。団員が悲鳴を上げた100万円超えノルマだって。これ、あの、形を変えたお布施と一緒じゃん。お布施。宗教団体のオ布施。 本当に。もう圧力だよ。権力。ね。10月20日、宝塚歌劇団は、ホームである兵庫県宝塚大劇場での公演を11月23日まで中止することを発表。宝ジェンヌいじめ自死事件の余波は一向に収まる気配は見せない。ね。週刊文集は今年2月、 えー、宝塚歌劇団に所属していた A さんが上級生からヘアアイロンを、えー、額に押し付けられるとい,うい,いったいじめ行為があったと報告。報道だって。アイロンだってよ。顔だよ。その後9月末に A さんは自宅のマンションから転落し、いじめ報道後も A さんは必要な嫌がらせを受け続けていたそうですから、 いじめを苦にした自死の可能性が高いとされていると。生徒と呼ばれているが、雇用形態は会社員と同じ。一方、宝塚側は10月7日の会見で内部調査の結果、いじめはなかったと報告している。宝塚歌劇団の、えー、精錬潔白なイメージを崩したくないのでしょう。しかし、 このまま今回の騒動によって明るみに出た暗闇の部分を浄化できなければ創業者による所属タレントへの性加害で解体を余儀なくされたジャニーズ事務所の二の前になりかねないと。宝塚歌劇団は来年で創立110周年、女性のみで構成された華やかなステージに魅了されるファンも多い。 当然、トップスターに憧れ、宝塚の門を叩く若者は後を絶たない。宝塚の仕組みは、何、県5までは、生徒という名の学校生活の延長、6年目からはタレント契約になる。このタレント契約の時に、自身が講演するチケットと DVD を一定数自腹で購入して直売します。と、 ノルマが明記されてたっていうことです。これが人気の団員になると、一つ上、えー、円作品につき100万円。はっきり言ってこれは、ね、重すぎね、ね、えー。コンビニなどでも売れなかった分は自腹で買い取れというところがあるが、宝塚は次元が違いすぎると。これを読む限りでは、 2年かけて200万だ。は、お伏せと一緒じゃん。それも強制的じゃん。半分、うん。もちろん、内部は年功序列ピラミッド社会。やはり、ジャニーズを含めて、こういうところは最後まで闇がたっぷり、ね、匂いがプンプンだということです。次。えー、ガリバーも不正請求していた。ガリバー。ね。 中古車業界ドミノ倒しだよ。中古車業界の闇がどんどん暴露。ビッグモーターに続いてガリバーでも不正請求をやらかしたと。現代ビジネスでスクープだって。ガリバーでもビッグモーターに続き同様の不正。複数の大手損保会社が契約金不正請求を調査と。もうダメだね。倒産だ倒産。 不正はないと主張していたがと、中古車業界最大手ガリバを展開する株式会社イドムは、来年創業30年を迎える自動車流通業界の変革に挑むという思いを込めて、2016年にガリバーインターナショナルからイドムに社名変更された。東証プライムの上場企業であり、買い取り販売を中心に、 全国約460店舗を展開。創業から累計販売台数120万台を誇る。ね。その、イドムでいいのかなイドムか。え、ビッグモーターの騒動を受け、今年8月25日、整備板金の、トレーサビリティ、確保の取り組みと題したリリ,リリースを出した。このリリースの中で、イドムは、 え、社内の自主調査を実施したところも発表しているが、調査結果の内容は次のように記されていると。独自に、えー、自社板金工場を対象とした社内調査を実施したが、保険金の不正請求に該当する不正な案件は確認されませんでした。<laughs> 同様に問題となっている社権不正についても定期的な監査により、不正な案件は 確認されておりません。つまり、イドムはビッグモーターで次々と発覚したような保険金の不正請求や車検不正は一切なかったと発表したのだったと。しかし、どうやらイドムの自主調査は甘かった。<laughs> まあ、予想通りだねと。と他の、えー、同じような会社でもきっとやっていたんだと。ね。 不正請求のやり口は、一般人にはわからない複雑な仕組みで、え一般人にはわからない複雑な仕組みを悪用して、壊れてないところまで壊して、修理してぼったくるというものと。え最近の車は昔と違って複雑な電子回路で、全体を構成しており、電子回路だと一箇所壊れれば、他もダメになりやすいと。 これは家電も同じで複雑な余計な機能をつけすぎると修理が余計にかかりやすいという感じと。複雑で難解にすることで内部の詐欺をバレにくくしていると。<laughs> えー、そ、まあ、こんなことがあ出てるんだけど、もう約10分だったんで、石屋の最新情報、1本目、ね、一旦終わります。まあ、とにかく、あのもう、 とにかく、嘘はバレるんだよ。ね。とにかく、えー、嘘がバレるということは、もう、個人も同じだよ、個人も。ね。心の中と、えーこ、口、話してる内容、そして行動。これが一致してないと、もう生きていけないよ。うん。もう、いい加減、ええかっこしいは卒業。ね。これは大切なメッセージだからね。ええかっこしいはもうダメ。 ね。心と口と行動が一致してないと生きづらくなるよ。ね。以上です。いェ